だいぶ引っ越しの片付けができてきました。宅急便が来たんで、これから引っ越し作業入ります。はい、今日が退去日です。ですね、もう4月の12日ですね、12日の退去になんとか、10日だと思ったんですけど、12日の退去だったんですけど、12日の退去になんとか間に合って、今こんな感じで引っ越し作業します。はい、かなり片付きました。そうですね、あとはこういうのを細々としたのはちょっとこのリュックに積んでいきたいと思います。はい、まあ、家電はね、これ全部持ってってもらったんですけど、まあ、家電以外も全部段ボール5つで済みました。そうですね、まあ、誰かの影響でちょっと物がミニマルな感じになったかもしれないですね、まあ、誰の影響かちょっと忘れちゃったんですけど、そうですね、誰かの影響で、まあ、本当荷物が5つになりましたと。多動拳というわけで、じゃあこの、まあ、今夜はですね、22時45分行きの深夜バスで、島根県行きますんで、まあ、福岡さよなら、さよなら。あなたがと思いをまた先別の時に、眩しい。うまそう。モンゴル料理屋。ナウ。はい、田舎に引っ越す上で、まあ、唯一残念なところは、ちょっと美味しいもの、美味しい料理屋がもうなくなるってことですね。なので、田舎に住んだらちょっと料理を趣味にしていこうかなと思います。まあ、あと彼とはね、最後の一週間はひたすら一緒に外食に行ったんですけど、最後おごってくれました。あざした。はい、いいですよ。ちょっと足踏み合いで外したんですよ。はい、じゃあもう15分後ぐらいに福岡を立ちます。で、島根ですね。もうさっきゲーセンで遊んでたんですけど、多分ゲーセンもないですね、島根。わかんないですけど、というわけで、モンゴル料理ごちそうさまでした。んで、はい、でまあ、おごってくれたお礼として、まあ、もし、まあ、路頭に迷ったら村来ていいっすよ。なるほど、ちょっと泊まりに行きます。本当ですか。わかりました。じゃあ俺も、ね、こんな商売ついてたらいつね、いつもなしになるかわかんないから。はい、大丈夫ですか。逆に仕事回してあげますよって言わなくて大丈夫ですか。ああ、じゃあ逆に仕事なんちゃったら家貸してもらったんですか。あ、まあ、名義は借りましたからね、会社の。そうですね、ありがとうございました。さよなら。はい、1週間前に、ちょうど来た町に、再び舞い降りてきましたということですね。引っ越し自体が、まあ、明日なので、今日はこの島根県の松江ってところで、ちょっと1泊1日過ごしてから、明日実際にその、まあ、物件のところに住みたいなと思います。そんな感じです。まあ、あれですね、1週間前はここ死ぬほど寒かったんですけど、今日は本当ちょうどいい、結構薄着で、ちょうどいい、感じなので、あ、よかったです。今日の宿の荷物を一旦引き付けに来ました。チェックインは後なんですけど、先ほど市役所で手続きを終えて島根県民になりました。
午後3時カプセルホテルなおちゃんです。ちょっとですね、まあ、夜行バスとか、ね、ちょっと寝れてないんで、ちょっとゆっくり寝たいなと思います。まあ、明日はちょっとあのバタバタすると思うんで、そんな感じです。はい、今日の飯です。出雲そばとかいろいろあると思うんですけど、僕は甘そば好きじゃないんでこういうの食べます。こういう渋いのが好きですね。はい、はい、というわけで、ね、明日はいよいよビリアの今の僕が住んでいる筋トレ村への引っ越しとなります。まあ、引っ越したらね、ルームツアーとかこの物件の詳細とか話していきますんで、ぜひとも次回の動画も見てみてください。あとはですね、僕が1年間過ごした、去年の4月から1年間過ごした福岡での1年間は自分のメンタルとか、あとは思考力、まあともそも勉強するいい1年になったと思います。まあその中でその僕が成長する協力を軽くしてくれた、まあミニマリスト渋くん、まあ渋谷直人くん、クソガリくんには軽く感謝しておきましょう。サンキュー、というわけでそんな感じですね。まあ今年の1年もちょっと自分が成長する、まあなんか楽しい、まあ成長も大事なんですけど、楽しく生きる一年にしていきたいと思いますんで、ぜひとも見てください。そうですね、見てくださいというか、楽しい一年にしていきます。というわけで今回の動画は以上で終わりたいと思います。もしいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録、そして、Twitter のフォローの方もよろしくお願いします。あとですね、なんか大原村づくり、なんか面白いのやってんじゃん、ちょっと俺も参加したいよって、いう人はですね、村づくりの企画とか、まあ、俺の知能あればちょっと村もっとでかくなれんじゃねみたいな、ことに対してちょっと参加できる、企画立案参加できる、ちょっとオンラインサロン、オンラインコミュニティ作りますしたんで、概要欄から気になる人は入ってみてください。というわけで今回は以上、おろす。